こんばんは。こんばんは。今日はですね、ネイルブックさんとプリジェルのコラボオンラインセミナーということで始めさせていただきます。プリアンファディレクションインストラクターのたまみと申します。はじめましての方もいつもインスタライブをご視聴いただいたり、インスタ見てくださっている方もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、ブライスの新色ですね、プリムドールミューズの新色のブライスのコラボカラーのアートをご紹介していきたいと思います。もし、わからないこととか、気になることとかがあれば、お気軽にコメントの方にお願いします。では、よろしくお願いします。では、早速始めていきたいと思います。今日は、こちらのお知らせにあったクリスマスデザインをやっていこうと思います。で、最初にご紹介したこのコラボカラーなんですけど、こんな感じで6色セットが発売になってて、すごい可愛い限定のパッケージなんですけど、こんな感じで一個一個出していくと、下にもブライスがいて、すごい可愛いパッケージになってます。今日はこの中から2色使っていこうかなと思います。で、お色、どんな感じかというと、6色展開になってるんですけど、こっちからブライトシティ、ミラーシルバーと東京ミッドナイト、モダングリーンとグラマラスビューにバーガンディドレスですね。私も今ミラーシルバーをにちょっと他のプリクシーから出てるグリッターも混ぜてるんですけど、塗ってます。こう冬これからのシーズンとかクリスマスの時期にもおすすめなキラキラなグリッターカラーになってます。では早速始めていきますね。まずこちらのちょっとリースみたいな感じのデザインをしていこうかなと思います。ちょっとこの辺どけます。まずベースカラー使っていくのがファジーブラウン。これはちょっと前に出た新色、プリムドールミューズの新色ですね。こちらをベースカラーに使っていきます。で、今回のグリッターもなんですけど、こういうファジーシリーズみたいな繊維が入ったものだったり、素材が入ってるものは、グリッター用とかファー系のジェル用に筆を分けてあげるといいかなと思います。今使ってるのは OB の5番。いう筆、平筆を使ってます。でも、お好みで、FB の5番とかでもいいと思います。で、プリムドールミューズなので、10秒硬化していきます。ミューズのシリーズは硬化時間が短いのも、時短になって、すごいおすすめです。はい、では二度塗りしていきます。はい、じゃあまた10秒硬化しますね。全然ライトの奥に入ってなかったので、もう一回ちょっと入れます。
はい、そしたら硬化が完了したら、こちらのフリクシーから出てるコールド系の箔を用意します。これをちょっとこの未硬化ジェルの上に貼り付いてくれるので、ちょっとずつこうちぎって貼っていきます。でこの時にリースみたいな感じにしたいので、なんとなくこう丸っぽく配置していけるといいかなと。こんな感じ。この後カラーも乗せていくので、なんとなく未硬化の上に乗っかってれば OK です。こんな感じで、まあ、適当なサイズにちぎりながら取ってあげて置いていきます。こんな感じで、これぐらいですかね。バッと置いていきます。そしたらここでこちらですね、プリジェルミューズのスノーダストっていうパール系のカラーがあるんですけど、こちら使っていきます。筆は OB の SS くらいがいいかなと思います。で少量でいいのでちょっとずつ取ってあげて、これスノーダストっていう名前の通り、すごいちょっと雪っぽい感じのカラーで、すごいよく冬使うんですけど、キラキラなパールホワイト、でもちょっとダストっていうぐらいなので、少し粒子が感じられるような、ちょっと白だから光っちゃって見にくいですかね、な感じでちょっともよもよとつけていきます。にはサクサクっと、さっきの箔の上にかぶるところがあっても OK だし、基本的には間を縫うような感じでつけてあげて、少しかかっても可愛いと思います。このぐらいな感じで、もよもよもよっとちょっとモフモフさせるような感じで、そしたら10秒硬化します。硬化が完了したら、次こちらですね、新色のミラーシルバー使っていきます。でまあ必要があればちょっと攪拌してあげて、でまた筆 OB の SS を使って、で、このグリッターを散らしていきます。
感じで、粒の大きさが何種類か入ってるんですけど、ちょっと見えますかね。こんな感じの、ちょっと大粒のものだったり、中間サイズだったり、ちょっと見づらいので、口に今出してますけど、こんな感じ、大粒のものとか、こうサイズ感の違うグリッターが入ってます。ホログラムが入ってます。をちょっと散らすような感じで、どんどん置いてきます。で、これは全然さっきの白とスノーダストで作った白の上にかぶっちゃって OK です。でも完全にこう全部バーって塗っちゃうっていうよりは少し散らしてあげるとリースみたいな感じになるかなと思うので、ちょっとバランスを見て、1個目のデザインはかなり部分的にこの東京ブライトシリーズを使うようなデザインになってます。反射してグリッター見えてますかね。どうなんだろう。な感じでグリッターの位置調整しながら、塗ってあげて、で、硬化していくんですけど、もうこれで最後になるので、もう一回スノーダストバランス見て、もうちょっと白っぽいところあった方がいいなと思えば、足してあげても、いいかなと。すごく時短アートなので華やかだけどサロンワーク使いやすいかなと思います。はい、では10秒硬化します。今使ったのがミラーシルバーですね。で、全部それぞれこうちょっと大きめなホログラムと中くらいのものと細かいものと入ってる感じになるんですけど、グリッターによって入ってる色が違ってきます。大きいホロの部分も、これはシルバー系のホロが入ってたんですけど、このグリーンとかもこのあたりとかだと、これか。このあたりだとちょっとブラウン系の大きいホログラムが入ってたり、こっちだと赤っぽく、バーガンディードレスですね。大きい、一番大きいホロ自体が赤っぽくなってたり。どれも可愛い、おしゃれな色味になってます。で、クラッシートップ。まあ、お好きなトップジェル、ベティジェルとかからもトップ出てるので使っていただいて仕上げていきます。で、ミューズは厚塗りにも対応してるので、スノーダストちょっともこもこと乗せたと思うんですけど、全然あれぐらい部分的にこう厚塗りの場所ができても全然大丈夫です。こんな感じで塗れたら30秒硬化していきます。
こんな感じで。で、最後拭き取りをして完成になります。で1個目ですね。すごい時短だったかなと思います。まだ15分ぐらい。すぐできるので。で、ちなみに色違いでやってあげると、こんな感じでちょっとベリー系のお色で作るのも可愛いかなと思います。こんな感じの。これはお色がバーガンディードレスですね。下に使ってる白とスノーダスト一緒。で、バーガンディードレス。で、ベースからアンティークモカっていうプリムドールミューズの色を使ってるんですけど、バーガンディードレスでやってあげても可愛いかなと思います。こっちの方が画面的には見やすいかもしれないですね。こんな感じで。はい。では次、やっていきます。ちょっとお時間がなくなっちゃうとあれなので、ベースカラーだけちょっと差し替えます。これ次この後やっていこうかなと思うんですけど、ベースに使ってるのがブライダルグレーっていうカラーですね。こちらもプリジェルミューズから出てるカラーで、オールシーズン人気のあるなんかグレージュ、グレーベージュ系のお色になってます。オフィスネイルの方とかにも人気だし、まあ、ブライダルとかでも本当によく使う色です。を今二度塗りして、グロッシートップで仕上げて、拭き取ったところまでちょっとベース作っちゃってます。普通にワンカラーした感じですね。そしたら使っていくのがこちらですね。リキッドメタルのゴールド使っていきます。これはプリジェルの姉妹ブランド。で、気まぐれキャットっていうブランドがあるんですけど、そちらから出てるジェルになっていて、必ず攪拌をしてから使っていくものになります。そうするとしっかりゴールドの色が出てくるので、ちゃんと攪拌をしてあげてから、攪拌したものをパレットに出して使っていきます。そしたら筆が、10-0ぐらいがいいかなと思います。5-0か10-0のアート筆使っていきます。で、なじませてあげて、お好みなんですけど、とアクセサリーっぽいようなラインを入れていこうかなと思います。ちょっとクリスマスジュエリーみたいなイメージでキラキラした感じに。ではサブアートで一応今回は作ったんですけど、メインにもなってくれるデザインかなと思います。あとはオールシーズン。冬に限らず使えると思うので、こんな感じで、お好みなんですけど、ちょっと、なんか、なんだっけ。三日月みたいな感じに。ちょっと真ん中ふっくら。で、このリキッドメタルは薄塗り推奨になるので、分厚くならないように注意しながら塗ってきます。で、今グロッシートップ塗って拭き取った状態っていうふうにお伝えしたんですけど、このリキッドメタルは未硬化ジェルがない方が描きやすい、にじまずくっきり描けるものになるので、未硬化ない状態の上に使ってあげるのがおすすめです。そしたらこんな感じでバーっとちょっと太めのラインをかけたら30秒硬化していきます。
たら硬化が完了したので次の工程に行きます。そしたら新色、なんかすごい画面斜め、新色の中から今度はこちらですね、ブライトシティ使っていきます。でブライトシティで、すごい個人的にかなり気に入ってるカラーなんですけど、これも攪拌してあげると、グリッター系のカラーはちょっと久々に使うときとか、最初使うときは混ぜてあげるとこの大粒のグリッター沈んでたりすることあるので、攪拌してあげるといいかなと思います。こんな感じで、でも大粒のグリッターと細かいラメも入ってるんですけど、大粒のものがこのちょっとブロンズっぽいラメ、あ、ホロが入ってて、細かいシルバーのラメとブロンズっぽい細かいラメがミックスされて入ってるようなカラーになってます。ではこちらをまた10ゼロ筆に取って使っていくんですけど、これもグリッター用で筆は分けてあげた方がいいかなと思います。こんな感じで作ってあげて、あ、ちょっと取りすぎましたね。で、端からブライトシティ塗ってきます。このさっき先に仕込んだリキッドメタルのゴールドの上をなぞるような感じ、そこからはみ出さないような感じに広げていきます。暗いですかね。大丈夫。で、下のゴールドがちょっと透けても大丈夫なので、こんな感じで。で、ちょっとこのアウトラインにこのブラウンのラメが来るようなイメージでぼかしていきます。そしたらこの中間を開けて反対側からまた同じことをやっていきます。ブライトシティ乗せてあげて中間に向かってだんだん伸ばしていきます。こんな感じで、で、せっかくちょっと大粒のものとかも入ってるので、なんかすくえてなかったらちょっと大粒のものだけメインで取ってあげて足していきます。こんな感じでちょっとぼかしながら乗せてあげて、はい、こんな感じで。そしたら今真ん中開けてるんですけど、ここに先ほどこのリースの時に使っていたミラーシルバーもう一回使っていきます。で、筆ちょっと拭いて、同じ筆でいいので、ミラーシルバー今度取ってあげて、あ、ぼやけてますね。
真ん中にさっき開けたところにミラーシルバーを乗せていきます。こんな感じで見えますかね。ちょっとキラキラしちゃって見づらいかもですけど、中心に乗っけてあげたら、さっきのブライトシティとの境目をなんとなく混ぜていきます。こうなんとなく混ざり合う感じですね。でこれもあのドリームドールミューズなのでちょっと厚塗りになってると思うんですけど、全然気にしなくて大丈夫です。厚塗りでも効果不良ならないので、ちょっとむしろぷっくりめに入れちゃってもいいぐらいですね。な感じで、そうすると際がちょっと濃いめになってて、真ん中が明るいグリッターが入るので中心に光が集まってるような、なんかよりキラッとして見える感じになります。感じですかね。グリッターの位置とか調整しつつ、でここもさっきアウトラインちょっとブラウン伸ばしてあげるといいですって言ったのは、ここがちょっと影になってくれてくっきりするので、少しこう伸ばしてあげると可愛いかなと思います。はい、では硬化していきます。10秒ですね。でミューズは本当に10秒硬化なので、10本の中にいろんなアートが入るようなデザインとかもすごく時短で仕上がるのでおすすめです。おすすめで使いやすいです、とても。はい、そしたらこれだけでも十分キラッとアクセサリーっぽい感じで楽しめるかなと思うんですけど、さらに一手間、ちょっとなんかリングとかが、なんかアクセサリーのパーツみたいな感じにしていきたいので、ここでビジュージェル使っていきます。で、ビジュージェル、プリジェルから出てるものですね。ベティジェルとかからも出てるんですけど、今日はプリのビジューを使います。で、ビジュージェルどんなものかというと、まあ、名前の通りこういう大きめのパーツとかビジューをこうつけていくときに基本的には使うジェルなんですけど、こういうビジュー止めに使ってもオフもすごく簡単なものになってるのでおすすめです。今日はこれをアートに使っていきたいと思います。で、筆は先ほどもグリッターで使ってた筆でいいので、そちらをちょっと綺麗にしてもらって、ちょっとぽってりめにピントぽってりめに取ります。で、この上に重ねていきます。こんな感じでかなりぷっくりめに今重ねちゃったんですけど、もともとビジュージェルなので、こうビジュー止めるときに使う、置いて使うぐらいの量乗せちゃっても全然効果不良起きないので、ポッと乗せて使ってきます。で、ポイントはこの中心
一番中心をちょっと厚み出してて、だんだん薄くしてる感じです。そうするとより立体感が出てくるかなと。際がぷっくりしてるよりも中心がぷっくりしてる方が爪も綺麗に見えるかなと思うので、で上にクリアが乗るとすごいさらにキラキラ度が増すかなと思います。感じでさっきのグリッターを囲むというかコートするような感じでぷっくりめに比重を乗せてきます。こんな感じですかね。で、あんまりこうツン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 やっちゃうとこう角がキュリンって立っちゃうので、角立てないように、で圧もかけないように、圧かけちゃうとせっかくのぷっくりが潰れちゃうので、圧かけないように優しく伸ばしてあげる感じですね。こんな感じで、ぷっくりできたらライトで30秒硬化していきます。硬化が完了してこんな感じですね。はい、そしたら最後トップ塗っていきます。で、トップは最初にもうグロッシートップでこのワンカラーの時点で土台仕上げちゃってるので、最後はキャンジェルで OK です。キャンジェルを、まあ、全体にバーってかけちゃってもいいんですけど、パレットに出してあげて、さっきも使ってた10-0筆で、でこの今作ったデザインの上にかぶせてあげて、仕上げていきます。はい、こんな感じで。そしたら30秒硬化します。
で、キャンジェル、まあ、チップだったら全部キャンジェル仕上げでも OK なんですけど、お客様の手の場合はキャンジェルはあくまでもトップコートでコーティング剤になるので、必ずグロッシートップとか保護してくれる強度があるトップジェルを使った後に最後に使うようにしてあげてください。はい、でこの今くっくりさせた部分なんですけど、例えばスカルプ&トップとか長さ出しに使っていくようなジェルでぷっくりさせてあげても OK なんですけど、このデザインお客様にやろうって思った時にここで美重ジェルを使うので、美重を止めるためになので、まあ、特に新しくアイテムを出すんじゃなくて、そのままの流れで美重ジェルでやってあげた方が時短かなと思うのと、あと全くこの美重ジェルが流れない、トロトロしてきちゃわないので、操作性もいいかなと思います。こう部分的に使っていくのに。はい。で、硬化が完了して完成になります。こんな感じ。下マットとかにしてあげても可愛いかなと思います。なんか、時間が足りない。買ったらどうしようと思ってベース塗ってきちゃったんですけど、全然なんか終わっちゃったっていう、どうしようはい、こんな感じですね。はい、そしたら真ん中ですよね。ちょっと真ん中もちょっと美重は持ってきてないんであれなんですけど、真ん中もちょっと重いかな。はい、じゃあ3つ目やっていきます。この真ん中の部分ですね。で、真ん中は今も使ったブライトシティを使ってます。で、これもグリッター用に本当は筆を用意しといてあげるのがおすすめです。結構中にかしてる。塗ってきますね。こんな感じのすごくキラキラした、キラキラした、まあ、グリッターだからキラキラしてるんですけど、ちょっとブラウン系の大人っぽいグリッターになってます。うん、ブライトシティ、なんかどのグリッターも割と秋冬にすごく使えそうな、ちょっとくすんだ色味のグリッターというか、大人っぽい感じのカラーなので、なんかこう可愛らしすぎず使えて、私のお客様の層の方にもとても人気なお色になってます。OL さんとかでもポイント使いしやすい色味かなと思うので、こんな感じで一度塗り目も割とちょっと薄めに塗ったんですけど、全体的にまんべんなくグリッター塗布してます。カラー自体に色はついてなくて、透明の中にシルバーかな、シルバーっぽいグリッターも入ってるし、このちょっとブロンズっぽいラメも入ってるしっていう感じのお色になってます。で、硬化する前にちょっと横から見てもらって、こうツンってなってるグリッターとかが、ホロとかいないかなって見てもらって、で、硬化していきます。10秒硬化します。
硬化が完了したら2度塗り目していきます。なんかちょっと画面斜めで、また塗っていきます。で、二度塗り目はこのちょっとホログラムの位置とか少し気にしてあげて、全体的に見て足りてないなっていうところがあれば後から調整してあげたり、ちょっと移動させながらバランス見てあげるといいかなと思います。ワンカラー、グリッターのワンカラーですね。でもまんべんなく大粒のものもいけたんじゃないかなと思うんですけど。ちょっと足りないなってところがあれば、2回目の時に調整してあげると。こんな感じですかね。キラキラーっと。はい、そしたら10秒硬化していきます。硬化が完了したら、今真ん中作ってるんですけど、先ほどもリースの時に使っていたスノーダストをまた使っていきます。で、さっきも使ってたリースの時にですね、使ってた帯の SS 出してあげて、まあ、ランダムになんですけど、もよもよもよっとちょっとなんか雪かかってるみたいな感じで、ちょっともふもふさせながら置いていきます。分量はお好みなんですけど、ここ塗るっていうよりはポンと置いてあげたのをトントン広げていく感じですかね。結構どれもあっという間にできるデザインかなと思います。で、お好みのところで
で10秒硬化します。こんな感じで、そしたら最後またグロッシートップで仕上げていきます。でフォルムツルンとさせてもいいと思うんですけど、このあえてちょっと後から乗せたスノーダストのモコモコ感が残ってても雪っぽくて可愛いんじゃないかなと思うので、極端にちょっとスノーダストの間とかでへこんでるところがあれば足しますが、基本的には薄塗りでちょっとモコモコ感生かして仕上げようかなと思います。で、30秒硬化していきます。こんな感じで今硬化が完了したところになります。で、まあ、こんな感じに仕上げたい場合は最後さっきも使ったビジュージェルをのせてあげてパールなど置いて、私はいつもこの隙間に最後キャンジェルを垂れ流してるんですけど、あとこういうちょっとコットンパールみたいなものはコーティングしたりして仕上げてます。はい、今日ちょっと美中を持ち合わせてないのでここまでになっちゃうんですけど、こんな感じで結構サクサクっとできてすぐ終わっちゃうデザインだけど、ちょっと一見凝ってる感じにサロンワークでは見えるかなと思うので、ぜひ色違いとかでも東京ブライトのシリーズ使って試していただけたら嬉しいです。クリスマスに向けて多分簡単なのですぐ明日からサロンワークでも使ってもらえるデザインかなと思います。あとセルフネイラーさんとかも割とこの辺とかもランダムに置いただけなので、利き手側の手とかも全然やりやすいかなと思うデザインなので試していただけたら嬉しいです。こんな感じで色違いとかなど全部で6色展開なのでお好きなお色で、この辺とかもすごい真冬にやってあげても可愛いと思いますし、グリーンとかこの赤系は今クリスマスシーズンとても出るかなっていうお色なので、ぜひぜひ6色セットもあるので使ってみていただけたら嬉しいです。では、はい、終わった。はい、では皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。ちょっと机の上をきれいにして、はい、では最後までご視聴いただいてありがとうございました。またどこかで、ね、ありがとうございました。